はい、野坂屋でございます。では絶望の兆し、破壊の跡をたどる、進めていきましょう。いやー、なんかしんどかったな。あ、見えた見えた。急がないと言いながら資材を取っていく。アロイ、行け。ごまかせろ。真の太陽を拝み上がれ、影の悪魔め。頼む。了解。こっちには。よし、参ろう。惜しいか。あ、到着。始まった。ハデスの転送が。ハデスが信号を送り始めた。防御が破られたに違いない。ノーラに登っていこう。エレンドのヴァンガード、そこか。あそこに行かないと。よっよっよっ。え、ここどうすんだ？ジャンプ？このまま進むんだ。急がないと。楽じゃないのは分かってた。ジャンプ。もうためらいはない。これ違うな。こっちか。あ、生きてた。アロイ、アロイだ。ま、見りゃわかる。尾根から落ちたのかと思ったよ。いや、尾根が崩れたんだ。みんな、もうあまり時間がない。ハデスのところに行く。俺も行く。いや、ダメだ。
連れて行くわけにはいかない。どうせ登るつもりだっただろ。ああ、高戸組だ、行くぞ。補充しておこう。補充しておこう。最後だ。体力、ああでももう満タンだもんな。満タンです。ん、登るの、ちょっと待って。違う、武器は満タンです。破砕系でいいのかな。よし、行きますか。え、ここでいいの？ん？あ、ここか。あ、あれか。あの者が来ることは予測されていたことだ。だが奴に手相の邪魔をさせてなるものか。今回は計算に狂いはなかったようだ。あの者の登場は想定外以外のことだ。え、ラスボスは？出た、お前かよ。こんな狭いところで。マジですか？おまけにマガツキ？うわ、壊れねー。硬っ。え、ちょっと待って、あの強いやつないの。ちょっと待って、ちょっと君たちに任せた。実行する。デスブリンガーの狙いはお前だ。これ氷じゃなかったっけ。来るぞ。え、機関機関。ちょ待て、ちょ待て、ちょ待った。うわ、効かねえ。ちょっとみんな頑張れ。いたたた。うわ、壊れん。うわ、全然壊れん。あ、待ったら、間違えた、ボタン間違えた。え、全然減ってない。うわ、壊れねえ。やっとなんか一箇所壊れた。ちょっと待って、実行する。これあれかな。止められると思ってるのか。
超級かな。わ、聞いてないし、全然聞いてないし。そら弾もなくなりますわ。これ弱点出ないじゃん。弱点出てる。いった。あれ、これやっぱあれ凍らせる系。聞いてる？うわ、聞かない。これ以上ハデスの好きにはさせない。いや、そりゃそうなんですけどね。全然壊れないんですけど。うわ、激しい。全然壊れない。くげしっちゅう。実行せよ。排泄を狙ってる。後戻りはできない。もう時間がない。気をつけろ、まだ来るぞ。追いやってる。いや、気をつける気をつける。新しく来た機械を。お前か。もうお前の相手は。ちょっとみんな頼むわ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。お前ちょっと。最後のマガツキを倒したぞ。弾もなくなるわ。うわっ、
間違えたかな。間に合わんかった。あの者を優先せよ。別のに狙われてる。分かった。狙えない。なあ、もうめちゃくちゃやわ。もうあぶなかった。これ最強の防具を入れてなかったらもう多分即死だね。あー、えぐ。あ、でもなんか応援とかがあったから勝てたんだよな、これ。強かったー。システムの脅威が接近。脅威で済むといいな。済むといいな。ちょっと待っててな。もうないよね。もういないよね。まだいる？ここ多分ね、帰ってこれない気がするんだよな。ちょっと集めさせてね。あ、違う。あ、ちゃう。アーロイ。
みんなごめんね、ちょっと収集させて。もうこれで、全部かな。はい、おまた。これか、これか。ハデス真っ二つ。ああ、ガイア、ごめんなさい。それで話の続きを。あ、そうだったわね。確か、それで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて、消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないって。こう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。
時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。頑固で、しかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。はい、ということでホライゾンゼロドン、いやー最後大変だったけど、結局動画のアップした数も何のかんのライブ配信も含めて50回超えましたからね。総プレイ時間も、まあ、休みの日とか時間が空いてる時にちょこちょこやってもやっぱ100時間超えましたね。でもまだ完全に実は終わりきれてないんですよね。サブクエも残ってるし、サイドストーリーのやつも一部まだね、狩り場が完全に終わってないんで、そこはちょっとまた改めてやっていきたいと思います。ほんと完全初見で、ね、何の攻略も見ずにやってたんで、ほんとね、グダグダなところはありましたけど、やっぱ名作ですよね、これ。ほんと5年前に出たとは思えないぐらい、まあ、とにかくグラフィックも綺麗だし、やっぱ一番やっぱストーリーだな。いろんななんか伏線もあったり、練り込まれたストーリー展開がね、本当に楽しい作品でした。今月のね、2022年2月の18日に新作のね、フォービドゥンウエストが、念願のねやつが出るんで、そこについてもね、また完全初見でやっていきたいと思います。今度は本当にね、あの完全 4K 対応なんで、 4K でね、できれば綺麗な画像をね出せるように、まあ多分グダグダ度合いは変わらないと思うんですけど、やっていければと思います。まあ実はあのこの 4K で上げてるホライズンゼロドーンについても、あの HDR っていうね、システムを入れて作ってあって、動画もその HDR 収録をされているので、HDR 対応のスマホ、まあ、iPhone だったりね、まあ、パソコンでも綺麗な、ね、画像を多分見れてると思います。今度はよりね PS5 完全対応になっているという話なんで、綺麗なね、映像と、もうストーリーがね、ほぼ明かされてないんで、どういう風に展開していくのかがまた楽しみですね。きっと5年間のね、歳月をかけて作っているので、この旧作のね、ホライゾンゼロドーンを超える内容になっているのと、すごく期待をしています。いやー、ここのクエストも大変だったな。
一気にねやってしまえればよかったのかもしれないですけど、なかなかね時間もそう取れなかったんで、ちょこちょこね切り刻んで非常に見にくい動画になったと思うんですけど、ご覧いただいた方はね本当にありがとうございました。ちょっとまだエンディングのクレジットが流れているんで、しばらく見ていきたいと思います。
久しぶりだな。覚えているか。お前とは話したいこともたくさんある。まだ聞いてない。例えばお前の主人、お前を目覚めさせた者のこと。知識は素晴らしいものだと思われる。次は敵はサイレンスってこと？前振りか。なるほど。まあ、ということで、ホライゾンゼロドーン、まあ、これで終了ですね。いやー、さっきも言いましたけど、本当面白かった。本当新作に行きたいですね。でも、最後のあのエンディングの、本当にエンディングの時に、サイレンスの言葉がすごく気にかかる。まあ、きっと次は敵として帰ってくるんでしょうね。最後の方ね、今作では最後の方は味方の方になってたのに。ああ、ニューゲームプラスか。ここから始まるってことね。まあ、ということで、ホライゾンゼロドーン、これで完全終了となります。レベルも52まで上がりました。長々とご視聴ありがとうございました。次はね、新作を完全初見でまたやっていきたいと思いますので、またよければね、見ていただければと思います。まあ、完全にあの自己満足でグダグダプレイですけど、楽しみながらやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ではこれでホライゾンゼロドーン終了とします。どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。